今回はウォーキング50分相当をたったの1分で同じ効果が得られるヤジロベエの応用編としてエアーウォークを紹介します。頑張って歩いてるけどなかなか効果がない、そういった方は今回たったの1分なのにしっかり弱い筋肉を鍛えることができますので、動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、エアーウォーク、空気椅子のような感じでバランスをとっていきます。まあまあきついですが、これまでのヤジロベエを何度かやってる方は足の裏の筋肉がそこそこついてると思いますんで、できるんじゃないのかなと思ってます。で、今回ヤジロベエやったことないよって方もですね、ぜひチャレンジしてみてください。歩いても実はあまり筋肉が鍛えられてなくて、日常的にエクササイズしている方は歩幅が広い、スピードが速い、足を高く持ち上げている、そういった感じでウォーキングの効果がしっかり得られるんですが、あまり歩かない、そこまでエクササイズしてないって方は歩いてもあんまり意味がないんですね。で、今回は歩くよりもとっておきに弱いお尻の筋肉、股関節周りの筋肉、体幹、腹筋、背筋、たった1分で様々な部位が鍛えられます。自宅で簡単にできますので一緒にやってみてください。それでは紹介します。今回は空気椅子ということで、足を組んである程度膝を曲げてこの状態でキープしてください。もし疲れたらたまに上がってもいいです。バランス崩れたら足をついてスクワットしたら戻ります。なのでバランス崩せば崩そうほどスクワットをしなければいけません。そして片足で組んでいるんですが、もし股関節硬い方は足組む位置が低くてもいいです。そして同じ位置でずっとキープってめちゃくちゃ辛いので、サービスですけど位置を変えてねキープしてもいいです。低ければ低いほど辛いです。お尻が痛くなると思いますが、ちょっと頑張ってみましょう。片足やってみて無理だなと思った方もバランスよく鍛えなければいけないので、反対の足も必ずやってください。それでは1分間やってみましょう。手でバランスとってもいいです。結構疲れます。頑張っていきましょう。それではいきます、スタート。ただねキープするだけなんですが、ふくらはぎとか足の裏の筋肉、足指の筋肉、太もも、お尻、めちゃくちゃ鍛えられます。ちょっと1分長いですけども、もうすでにねももの裏とかお尻がね効いてきてますね。もう痛いよ辛いよって方はねちょっと上がってもいいです。たまに膝伸ばしてもいいです。この低いステッキングポイントでキープしてください。あー結構辛いねこれね。自分で選んときながら結構辛い。もし前ももがね張りやすい人とかは、前もも筋肉張っちゃうって大きくなることもあるんで、ちょっと前かがみになるといいです。おおお、ちょっと前かがみになるとねもも裏になります。あ、オッケー、しゃあ、さあ頑張って反対いきましょう。いきます、スタート。さっきやった方がねお尻が効いてる。歩いてもお尻痛いことってあんまりないですよね。これねすごいお尻が痛くなる。あめ、中殿筋とね小殿筋が弱いお尻の部分なんですが、そこがしっかりね鍛えられて、歩くスピード、歩く歩幅などがね今までと改善されて、しっかり歩いても効果的に行えます。そして股関節周りの筋肉がね鍛えられると、日常的な動きがテキパキ動けるんで代謝もねすごく上がりますんで、これをねたまにやってください。あーお尻が痛い、あとちょっとです。うおやばい、あと少しになるとねついバランス崩れますよね。油断したらダメです。もうちょっと、よーし、 OK、 ギャーケツが痛い。お疲れ様でした。いや今回しっかりお尻周りが鍛えられて代謝がアップされます。脂肪燃焼効果も上がります。こういった足のメニューは週に2回がおすすめです。もちろん3回やったらダメってわけではありませんが、だいたい足を鍛えると72時間の回復の時間がいると言われてます。正直こういったメニューなら毎日してもいいんですが、
頑張りすぎると長続きしません。1週間に1回、1週間に2回っていう感じを目安にして、習慣になってくると回数を増やしたりメニューを増やしたりしてみてください。しっかり頑張ってできたよ、1分バランス取れたよとか、15秒しかできなかったとか、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。